皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回は全体から見る思考法の7回目、システム図を書いてみるということについてご説明します。簡単なシステム図、またはループ図と言っていますが、こちらを書いてみましょう。用意するものはホワイトボード、それからマーカーペン、そしてイレーザーですね、消しゴムです。そして付箋、付箋は何色でも構いません。準備するものが整いましたら、まずテーマを決めます。掘り下げたい問題とか課題は何でしょうか。テーマを決めてください。2つ目ですが、このテーマに関する要素を書き出してください。例えばですね、勉強に関することでしたら、勉強法とかモチベーション、成績、環境、教育制度というようなものを今挙げてみました。3番目、この中で関連しそうな要素をですね、ピックアップして関係を少し眺めてみます。4番目、原因結果をですね、このように矢印で結んでみてください。この矢印はですね、決して修正することもできますし、付箋の位置をですね、次々と動かすこともできますので、適材適所に配置しながら記入を続けてください。そしてストーリーがですね、多分できるはずです。5番目、相関関係、プラスとかマイナスですね。正の相関だったらプラス、負の相関はマイナス、あるいはパターンですね、自己強化型なのかバランス型なのかを記入してください。この場合、モチベーションが上がれば勉強量も上がる、ですからプラスの相関、正の相関ということになります。またですね、全体としては次々といい循環が回っているということですので、自己強化型ということになります。まとめます。システム図を書いてみる手順ですが、まず準備をしてから、テーマを決めます。要素を書き出していきます。要素間の関連性を見ます。因果関係を矢印で引いて、最後にですね、相関関係とかループの型を記入していきます。これでシステム図がですね、簡単に書けるかと思います。今回は全体から見る思考法の7回目、システム図を書いてみるということについてお話ししました。